お前好きそうなやつやろ。いやいや、ほら見てここ。さっき見てたけど。うん、おかしいやん。なんかこれ、下ろしたらどうなるの、うん、なんかちょっと下ろしてみよう。はい。大好きやろ。大好きっすよ。ね、いやいやいや。座る動画。タイトルは座るの真似してみたいな。それでも、それなくても伸びひんのに、もっと伸びひんやろな。あ、もうそんなこと言わないでくださいよ。憤慨ですわ、憤慨。いいチャンネルなのに僕も。ちょっとここやめてください。いやいや無理よ。いやもうしかった。いやもうちっちゃいから喉が使わない。だから結構な。ノズルの話を結構言われるんで、はいはい、で俺ノズルいらんいらんって言ってんのは、うんうん、入り口を広げたいからノズルいらないよって言ってんの、はいはいはい、ノズルを使ったら安野さんがなんでそのノズルを最近使わないんですかねって言うから、うん、いやいや使わないじゃなくて使ってんねんけどノズルを先に入れてしまったらノズル線これ入ってくるから、はいはいはい、もうこう入るのが狭くなるからっていう話してあそういうことなんですねって言うからだってノズルってやれば絶対いいから、うんうんうん、いいけどやらなくてもいいよっていう意味でなるほどなるほど敷居、うん、を下げてそうそうそうまずはホースからやっていく、うん、そうそうそうだからホースからやってもっと入り込んだらノズルすれば使えばいいん違うって言っていただけます、はい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 、であんまりこうちっちゃいやつとかやったらやれへんねん何でかって言ったらこっちからできるからうんうんうん分かる俺こっちからするやんか中からはいはいはい全くしてないわけじゃないのよなんですよねでこれも今穴開けたんやんか、はい、ここ貼ったら終わりやからなこうやって入れて貼ったら終わりだからここから出てこい出てこい関係なしに貼ったら終わりはい行きまーすじゃあ俺のこの包丁や今こんなになってるけど、はい、もうそろそろしたらこれ今削ってくれてるやつなのねはいはいはい青木さんが、うんうんプロトタイプやねんけど、これのあれが出る、もう花形ができる。あもう開けろ全部。花形ができるやんか。うんうん、もうこれになってきてくる。だからもうこの削ってくれる手削るのやつはもう終わりかな。油があります。養殖やからね。で、もう一個みんな教えとかないとなんかどこに水入れてるか言ったらここあるやん。ここ試合。はいはい。で切ってなくても包丁入れてるところここない。で、勉強になるこの説や。はい。ここの方で出てる。でもここの腎臓って実は端から出てんのよ。ここ腎臓って、うんうんうん。ここの中に水入れてんの。この膜の中に。はいはいはい、だからここ開けた時綺麗やろ、血合いがこれが。綺麗。本当だと押したら血出てくるのに出てきてないやろ。はい。だから簡単に言えばな。簡単に言えば、カウトゥーな。簡単に言うたら、ここに水を入れてんの。こっから。こっから。こうやって。こうやって。こうやってやってるわけ。ここを膨張させてるわけ。わかりやすいところやったら。はい、だからここに水が入ってるんだけど、ここに入ってんのよってこと。で、ここでたまたま血管が出てって、ここに血管が通ってんねんか、一本ビューって。はい。で、この血管にうまいことを、ホースの口から当たってればここから出るよってこと、うん、こっから、うん、そういうとこなんだよだからあんまりここは気にせんでいいよってこと、はいはい、気にするのはここの膨張ね、うん、これね膨張ガンが入ってるかな、ガンか、うん、でほらここはうわすごいもうなんかほら穴が開いてるの。このほら血合い肉が言えばもうこれが血じゃないやん言えたらほらはいはいはい血の塊じゃないってことねはい、一回下ろしてみるよこのまま下ろそうか油でえげつないことになってる、まあ、なかなかこういう実験の魚なんか触ることないからななかなか餌先の、あ、北に飛んだ
こう、イサキのこの鱗つきっていうのを下ろすことがないんだよな。こういう感じやわ。もうめっちゃ薄い。うん。後でお兄さんに食べさせてあげようかな。お兄さん好きやもんな、こんなの。まず一口目。あのさ、人間界のブラックバスよ。何でも食うぞ。うまそうやね、でもね、身はね、子供だらけやけど。うん、うん、うん、うん。うまそう、うまそうっすよね。あとで塩水で洗おう。あ、滑る。危ないな、めっちゃ滑るわ。うろこつきで俺、下ろしたことなかったよ、考えたら今まで。イサキとか。やめてくださいよ。あのサムネ。てんてんてんやろ。ちょっと。いや、てんてんてんやろ。そう、解剖するのやめてもらっていいですか。すごい、なんか驚いた。うん。待ってよ。うん。だからここにも水が入ってるね。ほっこりはのぼり。でもいや、ほら、ここちょっと実験で聞いてみるよ。はい。ここな。この辺でいいかな。この影響を受けないところな。うんうん、ここ押した時血が出んね。血抜きしてなかった。はいはいはい。ギュッと押した時に血が出んねんけど出へんやろ。うん。ここから血が出る。だからあの血抜き、これやってない、そのキュクル血抜きやってないやつって押したらここから血が出るわ。はい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 。だからここもね、掃除してくれてるって感じ。出てない、出へんやろ。全然出ないですね。うん、全く。いや、あの水っぽくないやろ。見てみる。完全に。水っぽくなれへんやろ。うん。水っぽくなるんじゃないですかって言ってるけど。あの、プロの方が実践してやってくれてるから間違いない。ほら、これ押したら血出るから。出ないやろ、1個も。ほんとや、1個も、ちょっとも出ないですね。うん。にじみすら出ない。そういうこと。だから、こういう、ここの血が抜けるよってことだよね。はい、はい、はい。そういうこと。で、あの、あ、さっき忘れてたけど、あの、ちょっとお腹洗って、この骨のね、うんうんうん、まあこれ 逆になるけど、はい、こっから水入れれば同じことやから。はいはいはい、はい。だからこっからやらんかったとしても、こっから掃除するときに、こっからすれば水いくからや、うんうんうん、ここの掃除できてるし、ここも張るし、同じことなの。後ろからか、そうそう、だからノズルは使ってなくても、ノズルの効果はありますよってことよね。はいはいはい。そういうこと。じゃあちょっとこれ洗おうわ。はい。はい。